ペットマジックです、今回は、トランペットで、チューニングの合わせ方ですねを解説したいと思います。大体、吹奏楽部に入っている方は、やってると思うんですけども、合奏始まる前ですとかに、チューニング、合わせますよね。だいたい上のDの音、上のドの音で、みんな一斉に触れて、チューニング合ってるかどうかっていう確認すると思うんですけども、だいたい合わないんですよね。で吹いてって言われて吹くんですけど、なかなか合わないということがあると思うんですけども、今回簡単に、チューニングの合わせ方を、説明したいと思います。まずチューナーが必要ですね。こちらヤマハさんのチューナーなんですけども、だいたい1000円か2000円ぐらいで買えるかと思います。あとはスマホのアプリとかでも無料のものが、あるので、そちらを使ってみてもいいかもしれません。そして、まず肝心なこととして、こちら 442Hz ってあるんですけども、大体吹奏楽やってる方は442で合わせると思います。ポップス、とかやる方は440の場合もあると思うんですけども、吹奏楽の方は大体442なのかなと思います。こちら、合わせるのこれ大事ですね。これ大事です、はい。では、まず上のベの音試しに吹いてみます。低いところ、低くなってましたので、ちょっともう一回吹いてみますね。音が低いということで、左に行ってると音が低くて、左に行ってると音が低くて、右側だと音が高いという意味です。なので、結構金管楽器っていうのは唇の形で、音の高低差が変わるので、意識してちょっと高い音に持っていってみます。今は右側に、行ってました。なので上げすぎた、高すぎたということですね。なのでこのバーが真ん中になるようなところで音を合わせます。はい、だいたい合ってたのではないでしょうか。これは結構金管楽器の難しいところで、唇の形っていうんですかね、あとは意識している音のイメージで、結構、チューニングが狂ってしまうというのがあります。あとは長く吹いていると、だんだん疲れてきて音が下がってくるというのも、音程が下がってくるという問題も、ありますね。あとは、唇もそうなんですが、こちらのチューニング管ですね、こちらを調整することでも、その音の高低差を調整することができます。ここはだいたいこの 2-3 ミリですかね。これをどのぐらいの位置にすればいいかっていう問題もありまして、例えば開ければ開けるほど音が下がるんですけども、他の音程もそれで合うのかという問題もありますし、完全に閉めれば、音も上がるんですけども、他の音程もそれでいいのかという結構、楽器によってもいろいろ個体差があるんじゃないかなと思います。なので、一旦そのチューニングのベの音、上のドの音で合わせてみて、あとは他の音の音程も、合わせられるのかという
ところがまあ重要になってくるのかなと思います。あとは音をイメージするというのが大事でして、こちらのヤマハさんのチューナーですと、このサウンドというボタンを押すとベーの音が出せますので、まあこの音を意識して、ドの音を出すようにすると、まあ、チューニングが合いやすいのではないでしょうか。はい、簡単ですけれども以上です。何か質問などあればコメントお願いします。